あ、そうだ、これ見てください、これ、これ今日買ってきた、暗いな、これ IKEA に行ってですね、買ってきました。買ったのは今ここでリンゴ丸かじりしている少年ですけど、これはですね、ガラスのショーケースだそうです。お値段6980円でした。ぴったし、ガラス製ですね。これこれなかなかいいよね。これとりあえず今全部入れたから、こっちは全部この本棚にあった、なんていうんですか、フィギュアとかですね、なんだ、こうワイスピのミニカーですね。あ、のびちゃん出ちゃった、入れました。というか私は全然手伝ってないんですけど、ソラ君一人で組み立てたみたいですけど、お母さんも手伝ってくれてですね。これすごいよね。テルラーも開かない。え？これ開く。もちろん開かないと中入れられないからね。なんでのびちゃんこんなところに来てね。でこののびちゃんの上を見てください。いきますよ。じゃーん。これこれはですね、昨日ハードオフじゃないけど、まあ、そういう系統のお店に行ってですね、買ってきた、サイズが A0 のポスターっていうんですかね、なかなかいいですよ。これ作りもしっかりしてます、ね、だんだんそら君の部屋がですねちょっと部屋っぽくなってきて、いい感じになってますね。この私が前使ってたんで、タバコのヤニとかがですね結構すごく残ってて、その辺がこういう周りにいろんなものを置くことによってですね、だいぶ綺麗になりました。これはこのショーケースはいいですね。これおすすめですね。これ7000円ですから、ガラス製ですから、これはいいかなと思います。作るの気をつけないと割れちゃう。プラスチックのアクリルであるやつはあるんですけども、これは一応本物のガラスですね。これすごい。静香ちゃん気に入っちゃったね。ここ全然出てきませんね。君はのび太くんは見てください。これもう5分ぐらいで出てきちゃいましたね。みーちゃん、うん、なっちも昼間はいたんだよ、ずっとあん中に、うん、嘘、本当そうだったのか。じゃあもうずっといたから痛くなかっただけなの、君は。そういうこと。どう、その丸かじりした感じ。そら君、リンゴ丸かじりしたの初めてだとか珍しいよね。普通もっとやってるけど、みんなやるでしょ。はい、静香ちゃんもうそろそろ出てきませんか、静香ちゃん。うん、ねえ、嫌ですか。ということで、このそら君の新しい部屋をですね、紹介させていただきました。な、伸びた、こっち向きな。